今日お伝えする内容は思考合一です。思考合一、どんな字を書くかというと、知識の知に行、行動の行ですね。あと合一ってのは合わせて一つになるっていうふうに書くんですけれども、つまり知っていることと行動を合わせて一つにするっていう意味であるんですよね。どういうことかというとですね、よくセミナーとか行って学んだけど、その学んだこと、いいこと学んだなってその時は思うかもしれないんですけど、その内容を行動せずにそのまま知識のままにしまっておいてしまうっていうことをするとですね、全く身にもならないし、人生が変わらないし、あとビジネスにおいても成果を得ることができないっていうことが起きるんですね。それどうしてかというと、行動がないからです。つまり行動してこそ知識が生きるし、その知識もですね、まあ、行動に伴った知識でないとですね、なかなか一つにならない、つまり成果とならないっていう意味で思考合一っていう言葉であるんですね。昔の人はですね、頭でっかちになって知識ばっかり覚えたって行動しないと、人生変わらないし成果も得られませんよっていうことを教えててくれたわけですよね。その、教えの中が合わさったというか、表現したのが思考合一っていう言葉なんですね。なのでぜひですね、この動画で学んだこともそうですし、本で読んだこともセミナーで学んだこともですね、ぜひ行動にして、何かの成果を得てみてください。でその成果は自分にとって望ましい結果じゃないかもしれないですし、もしかしたら失敗を得るっていう経験をするかもしれないんですけど、それも、いいことと悪いことを取るかは意味付けと解釈次第ですから。なのでまず、成功失敗考えずにまず行動してみるっていうことですね。ぜひ、知識としたら行動、ぜひやってみてください。はい、最後までご覧くださりありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。あとですね、この動画の下にも、人生でもビジネスでも、お役に立てる情報のメールセミナーの情報ありますので、ぜひそちらからも学んでみてください。